ワコンハルチャオ、ユグです。今回は水テラスハッサム使っていきたいと思います。ハッサムはテクニシャン補正の入ったタイプ1丁バレットパンチが打てたり、今環境はアクタイプが増えていることに対して通りのいい虫技のトンボ返りを使えたりなど、なかなかこの4歳環境で活躍できそうなので、今回こちらを使って戦っていきたいと思います。テラスタイプは水テラスにすることによって、本来フリータイムになる EU に対しても強く出ることができます。では早速対戦の方へ使っていきましょう。さあ相手の方よろしくお願いします。相手がイルカマン、エクレア、シカ、ブリムオンサーフボー、あとドドゲザンですね。ディンルーから入ってきそうな気もするけども、なんかワンチャンブリムオンがトリックルームあってディンルーで、あと直帰ディンルーで殴ってくるよとかもありえそう。まあ先発イルカか、そのブリムオンが来た時に強く出れるやつで行きたいから、まあ、安定になってくるであろうハッサミングから入らせてもらって、裏に直球を持ったパオジアンと、あとは、ブーストエナジーで全てを葬れそうな、鉄の毒ガンを3体これでいいかな。相手の方よろしくお願いします。相手イルカから来た、こちらハッサム。まあ、シンプルにそうだな、パラフェン、パラフェンっていうんだ、てがいるか外国語名知らんかった。まあクイッキングターン打ってくる気がするから、まあとりあえずトンボから入るか。ここはウィクトーン、まあ、ハチマキだろうね、ハチマキな気がします。まあおそらくハチマキ、この感じだと多分ブリモンはいないかな、おそらくだけど。トンボで帰らせてもらって、お盆の実美味しい闇感謝感謝されたが、まあ相手普通にステルスロックも相手くる起点作り要因だと思いますんで、ハッサム戻させてもらって、これハッサムの強みっすよね。高校トンボ返りができるんで後出しで有利タイムをつけれる、かつ火力もそこそこあるしバレットパンチも覚える。まあバレットパンチに関してはまだ打ってないんだけど、イルカに引かれても電気テラスラあるんで、まあ、脳死でつらら落としとりあえず打っちゃいますか。つらら落とし、あ、硬いな、さすがの硬さ。ズスン打ってきた、 HP 振ってんで大丈夫。刀鍛冶の里編、鬼滅の刃刀鍛冶の里編、そういえば最近始まったんですけど皆さん見てますか。私はがっつり茶の間で見て、てか俺実家暮らしなんですけど、あの最初のね甘露寺のあのお風呂のシーンでお茶の間が凍りついたっていう。でも同じような、学生の方とかも多いんじゃないでしょうか。ということで、ここ多分イルカから入ってくる気がするけど、サフゴイル、スカアフかな。この感じは悪巧みとか身代わりを積まれた時がヤバティングスキングなんだけど、まあ別に身代わり積まれてもなんとかなるし、集中とか。オッケー入っていく、ワンパワーン。急所か、やっぱさすがにね。今回パウジアン、さっき言った通り直帰も出してるんですけど、あんまりなんで A に振ってないんですよ。まあでも相手が無振りのサフ王とかでいけるのかな。まあ、ここはマイティチェンジ、まあビルド型ではないと思うからシンプルに不意打ちを打ってパウジーには下がってもらうかな。切らずに切ってきた、ウェーブタッコー、ハチマキじゃないのかな、ハチマキ10番で、まあさすがに H ぶりのパオジアンで戻せるけども、ハチマキじゃない説がありますね。これはまあハチマキ型であればクイックターン、ウェーブタックル、あとワンウェポンにジェットパンチはあると思うんで、まあ、レーパン打たれたらちょっと嫌だくらいだけど、レーパン打たれた時は別にね、鉄の毒がブーストエナジーで素早さ上がってるんで、まあ、上からしばけるから、ここを普通に草テラスエナジングボーリ、イルカマン使いたいんですけど、今期のイルカマンの結論がまだ出てない動画にはできないと。さあエナジーボールで倒していくと、まあ、これはあれですね、先発のハッサムのトンボ返りがいい感じに対面操作もできたんでいいんじゃないでしょうか。対戦相手の方ありがとうございました。
さあ2戦目の方やっていきましょう。相手の方よろしくお願いします。相手純連がいねえ、珍しい。なんかでもさ、一周回って純連説がいない方が強い説とかも最近出てきたんで、全然変ではないのか。そこはハッサム安定っぽいんで、ハッサムがやっぱ入りまして、ハッサムパオジアンで行った時に地味に、いや派手にきつくなるのか、アーマーグルとか、あの、コノヨザルなんで、フェアリー技もあって、この技も使える、ブーストエナジー持ちの鉄音とかも、この3体戦していきましょう。相手は初手、アーマーグル。さあ、こちとら初手、ハッサミング。相手のアーマーが、プレッシャー、プレッシャーなら普通にハニアスメとか持ってる個体かな。耐久型っぽい可能性も。可能性もつうか、その可能性が高いから、ここ相手多分、トンボガイル打ってくると思うんで、一回、研磨い、積んじゃいますかね。オッケー、効かないね、ハッサムだから。そういえば今回このハッサム色違い仕様なんですけど、ボールもフレンドボールにしてるっていう、もう真緑、緑一色ハッサムっていう、ね、はい、ごめんなさい、はい、なんでもないです。相手多分ここトンボ返り読みなんでしょうけど、残念ながらここで私は剣の舞を打っていると。で、マリルリーは力も特性力持ちのアクアジェットでぶっ飛ばしてくるのはめちゃくちゃ強いところであるんですけども、正直この1回研磨積んだハッサムのバレッティングパンチを受けるのは、なかなかの苦痛だと思うんですよ。 OK、 引っ込んできた。まあ、でもなかなか研磨積んだバレットパンチなんで、アーマーグルにも入るんじゃないでしょうか。アーマーガーのガカ、あの部分までは入ってほしい。多分相手 HB なんでね、はい、バレットパンチ、ガの部分まではいかなかった。5つ目 OK、 トンボ打っちまうか。そしたらトンボ打ちましょうか。ここは、あ、 OK、 鉄壁、鉄壁了解。 OK、 5つ目ダメは食らっちゃいますが、ギリギリお盆の実発動しないラインになってるのはちょっときついところです。あ、いなくなって霊的現象だった。カバルドンの霊体が見えてきました。クォークチャージ。速さが高まった。で、相手ただ多分だけど、ここ居座るアーマーガーは割とハッサムに刺さってるんで、ほらカバルドンいたって今。あれ俺のボックスにいるカバルドンだよ絶対。あ、ほら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 、このさ、たまにあるバグさ、まだ治ってないんだね。ちょ、バグだらけスペシャル。BDSP。これ相手全然交代読める場面なんで、一回気合のエナジーボール打ってもいいかな。エナジーボール打っちゃいますか、これ。相手多分引いてくる可能性が。飛行テラスか、なるほど。であれば普通にあれでよかったな。炎の前打っちゃってもよかったな、これは。さあ、エナボ半減で入れられる。本部帰りやられていく。さあ、これ多分あれですね、あの素早さ上がるやつですね。あー、素早さ上げられちゃったらね、正直うちの徳川さんは何もできなくなってしまうんですけど、ここあれプンポロドイハ相手打ってくる可能性が高いと思うんですよね。なんでここはあえてテラサルエナジーボールで突っ張ります。これあのポケモンスカーレットバイオレット特有の読み合いですね。ここ俺フリーズドライ打たれたら負けです。進化を超えろ、メガ進化。コメント欄でメガウルガモスなんていないとか言ってやつ、後で職員好きなさい。来い、ハイドロポンプ。身代わり、身代わりか、オッケー。いや、身代わりちょっと逆にやばいね、様子を見られたの。あれかな、じゃあ身代わりアンコールとかかな、これ。相手の包みは、身代わり剥がれるが、いやこれな、身代わり、いやこれ突っ張るしかないんだよな。フリドラ打ってきた、パキーン、耐えた、さすがの特防コールだよ、ナイス。マジフリーズドライとかいう 10% の氷をね狙ってくる子がたまにいるんで、それだけ怖いところでした。ということで鉄の包みは無事突破。相手そうだね、ブーストエナジーの最速で多分耐久とかちょっと振ってたのかな。うちの毒牙がぶっ飛ばないけどな、まあダメ系ちゃんとしないで分かんないですけど、プレッシャーを放っている。あー、ここはまあ正直何でもいいですけれども、ワンチャン毒も狙えるヘドリングウェービングでも打ちますかね。
毒れ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 毒ない毒ない。まあいいまあいいまあいい。アーマーがそこまで蹴れれば、あとはハッサムのバレッティングパンチングとパオジアンの氷の粒手でね、なんやかんやバチクソにできるんで、はい、バレッティングパンチングいっちゃいましょうかね。チャンスだハッサム。ハッサムはテクニシャンで威力がね40だか60以下の先制技がね、先制技つうか技がね威力を上げることができるんで、ここはね高火力のバレッティングパンチングで相手のアーマーガーを沈めていきましょう。多分編集で、下ら辺にあの特性の表示出てるんで、テクニシャンそれ見て詳しくは。さあゴスゴスメットを生かしてうまくお盆の実を使っていくという、発動させていくという謎の高等プレイングを見せていく。これを高等プレイングって言ったら上位勢の人もボコボコにされそうなんですけど、で相手がラストはマリルリなんで、まあテラスタルも切ってないんで、シンプルにもうこれはねハッサムシャキーンのバレットパンチをね連打するだけでいいっすね。テクニシャンバレファンだ。なかなか硬いね。アクアブレイクぶっ飛ばしてけ、さすがのハッサムは耐える。まあバレットパンチ連打っすね。ファイアアクアジェット、オッケー。アルデアダシアンこと4歳パオジアンでいきましょうか。まあ、あとは冬打ち当てて終わりですね。相手の方対戦ありがとうございました。